奥縁はダムのモデルとなった福島県の奥多田見ダ,ダム。ホワイトアウトは辛抱雄一のサスペンス小説。日本最大のダムを占拠したテロリストから人質を救うべく立ち上がった青年の活躍を描く。タイトルのホワイトアウトとは激しい吹雪により視界が奪われ自分の位置が全くわからなくなってしまうことを言う。1九9五年に新潮社から観光本が 発刊された。1996年に第17回吉川英治文学新人賞を受賞。このミステリーがすごい。で、国内部門1位に選ばれ、120万部を超えるベストセラーとなった。1998年9月1日には新潮文庫版が刊行された。2000年に小田裕二主演で映画化され、また漫画化もされた。 映画版において撮影ロケ地となった黒部ダム。ホワイトアウトになった景色。終盤で活躍したスノーモービルの一例。映画版では使用されなかった水中スクーターの一例。2000年に映画化された。興行収入42億円。監督は本作が劇場映画デビュー作である若松雪郎。 絶対絶命の状況下において、ろくに装備のない主人公がたった一人で、テロリストに立ち向かう、ストーリー展開から、日本版のダイハードとも呼ばれるなど話題となった。奥遠はダムのモデルは、奥クタダ,ミダムとされており、映画の中で使われる地図は、ダムの名称こそ違うものの奥ダミダム周辺の地形図である。しかし、映画では、 同ダムは使用されず、富山県の黒部ダムなどが使用された。これは、監督が、黒部ダムが、自身のイメージするダムと重なったからだという。主人公役の小田雄二は、その親友役の石黒健とは、現実でも、親友の間柄であり、本作において、石黒を、主人公の親友役に抜擢したのは、小田とされている。百九十三年に、大ヒットした、 テレビドラマ、振り返れば、奴がいるで共演しており、同作では、ライバル役であったが、石黒はそのドラマの役でもなくなっている。テロリストたちが持ち込んだ武器は、東側を代表する、アサルトライフルである、旧ソ連製の AK-47 アサルトライフル、トカレフ TT-33、長ン M1895 拳銃である。双方とも、 国方領土付近で操業している漁船に乗り込み、警備に当たっているロシアの巡視船の乗組員と取引を行い仕入れたものである。原作では、この時に使われた水中スクーターは、物語の後半で重要な役割となっていたが、映画版では一切使用されていない。原作ではうつきについて、髪が薄いダイバーとし、移動に水中スクーターを使うという設定だったが、 映画では挑発に、口ひげで、車椅子に乗るという設定に変えられ、水中スクーターも登場しない。車椅子に乗る理由は、警察との交戦で逮捕を免れたが半身不随の重傷を負ったためとされていた。しかし、この半身不随自体がメンバーを騙すための策略で、あり、実は、立つことができた。なお、原作には、うつきとは別に、髪を束ねた男が登場するが、 名前は明かされていない。原作の12月、5天場と1月ラウスを機に相当する場面が映画では割愛されている。ダム選挙の一派の人数が増えた。原作終盤では、スノーモービル同士のチェイスがクライマックスのアクションだが映画では、ヘリーとスノーモービルのチェイスになっている。笠原の正体が小芝であることを示す方法が違う。原作は、病院にて、 物語の終わりを迎えるが、映画では、警察のヘリコプターの中で物語を終える。2000年に、月刊少年マガジンで漫画化された。漫画版の作者は、飛永博之。2000年に、単行本が、KC デラックスから発売された。全3巻。ISBN 978から4から06から334308から3。 ISBN 978から4から06から33万4312から0、ISBN 978から4から06から33万4324から3、ありがとうございます。